こんな真夜中にどうしたね。暗い夜なんて来るわけもないじゃないですか。世界から闇という闇が失われてもう100年も経ってます。次元の狭間では空間も時もあらゆるものが混在する。彼がそこで見たのは未来だ。そう、罪食いっていうのはね、光の氾濫に飲まれた誰かさんだったんだわ。一度そうなってしまったらもう戻れはしない。大罪食いを殺せば有していた膨大な光が放出される。その光は新たな大罪食いを生み出し、まともに反撃すらできなかった。罪食いはユールモアの同胞。生き物の体を構成するエーテルはその餌になる。世界は決して救われないし、世界を救おうとする奴はもっと救われない。この世界はもう英雄の居場所じゃないんだ。誰かの未来を守りたかった。何もかも待ち続けていた。光の可能を持ち、罪食いを打ち滅ぼすことのできるあなたのこと。その文明の人々は祈りと犠牲によって星の新たな断りを紡ぐ者、星の意志を生み出した。それじゃあゾディアークとハイデリンというのは。お前たちに分かりやすいように言うとだな、最古にして最強の蛮神だ。